世界で一番下手なジャガーノートがここに誕生したな。Beautiful。よーし、行くぜー。さてと、この武器の強さ生かしてガンガン敵倒してタグ回収まで行っちゃうぜ。まずいな、味方がやられてる。やらせんぞー。やらせん、多分もうやられてた。いや、ちょ、危ねえ。急に来るんじゃねえ。びっくりしたー。急に来るんだもの。大丈夫か。ごめん、見てなかった。カウンターまでは行ったよ。あべ、さっき急にこのタグを回収して逃げます。あぶねえ。よし、オッケー。やっぱり瞬間火力が結構高めのアサルトレフルですよね、この武器。結構使い勝手いいんじゃないかなという感じですが、はははははは、ほい。ちょっとずつ前進して、左か、こっちか。危ない。よーし、やれたー。これはでかい。タグ確保します。オッケー、よーし。あららららら、おお、強い。マジこれやれちゃうの。あいやいやまあさすがにあそこの上から撃たれると厳しいですよと。さあ来た。ういっ、あいって、ちょっと待ってくれ。それはまずい、それだけはまずいって。あ、危ない。ちょ、頼むぞ。はっ、あ、危ねえ。よし、よかった、取られなくて済んだ。これ取られたら戦犯ものですよ。まあ、ケアパッケージ系あるあるですけど、これどうやって上行くんだ。あ、いて、盾構えながら行っちゃうもんね。撃てるもんなら撃ってこいや。どうしておじけづいたか。ほい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 。あ、ちょ、痛い。ちょ、リロード早く。あぶね。あいや。あー、世界で一番下手なジャガーノートがここに誕生したな。これ横が一番怖いからそこだけ警戒したい。お、グレネードを投げる。オッケー。エネミーダウン。大丈夫だね。盾持ちって結構怖いんだよね。まあしかし2回目のジャガーノートに行けばいいだけのことなんだけど、これめっちゃ見られてるので一旦。お、あ、すげえ見られてる。逃げ足だけは早い自信がありますからね。後ろから蹴られちゃう無理だけど。何？危ね。よし。おお、怖い。うえー。COD あるある。理不尽にミサイルにやられるというね。危ね。よし。やっぱりアサルトライフルではありますけど、こういう距離もワンチャン倒せちゃうのが本当に強いですよね。こっちか。オッケー。味方の敵は取ったぞ。タグは取っちゃうね。あいたっ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 た、逃げよう。ちょっとこれ多分上からも見られてるっぽいんだよね。オッケー、カウンターまで行ったぞ。ちょっと待って、微妙に視界から。うわー、やっちゃった、走っちゃった。カウンター UAV を展開しろ。座標をここに出したくないけど出すか。あ、フラグ、やーん。やらせをせんぞ、こら。オッケー。はい、逃げます。オッケー。あった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 、逃げる。治療が必要だ。ふう、いやはや、いろんなところに敵いるな。ちょ、あー、そんなところは見えぬよ。味方がやられた。おお、ちょっと引っかかった。あ、味方ありがとう。
にいるんですかね。とりあえずサムタレ出して。なんか四方八方からなんか車線通って撃たれるイメージあるんですよね。攻撃を受けてる。グレネードを投げる。急いでタグ回収。へい。さて下がってリロードまでして、ほい。あったー、その奥からも撃たれるのね。危ねえ、怖かった今の。リロードする。いや、ちょこれ多分リスポーンしてるんだよね、敵が後ろからね。おー、あ、ギリギリ、よかった、勝てた。うわー、超ギリギリだったな。ちょっと後半はあまりキルが続かなかったけれども、いや、まあ味方がちゃんとタグとか回収してくれて助かったな。結構お互いが走り回っていいキルコンでしたね。よーし、確定29。これはかなり取れたでしょう。まあちょっとその分デスも増えてますけれども、まあ、結構個人的には満足いく面白い試合だったと、思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気になった方はぜひともこの武器使ってみてくださいね。ではお疲れ様でした。シャイニングスター。